このライデンスの催眠療法なんですけれども、とてもですね、素晴らしい、催眠療法でですね、で、これはその写真の都合でですね、非常にこの近くなってるんですけども、実際は1メートル50からですね、2メートルぐらい離れているんで、この飛沫感染とかっていうようなこともですね、防げるようになっております。で、気になる方の場合にはフェイスシールドとかっていうのもですね、セラピストの方が、したりなんかすることもできますんで、まあ、ですね、全く心配なくですね、換気も行ってますし、3密の状態にならないようにしてですね、やってますんでですね、安心です。それからまた、それでも大変だとか、あるいは地方に住んでる、海外に住んでるっていう方はですね、インターネット経由で、今日みたいなこのティン、マイクロソフトティームズっていうのを使いましてですね、インターネット経由でも受けられますので、非常にですね、便利にですね、なったんだな、世の中という感じになるんですけども。それで、ライデンスの、催眠のコースに、この標準コースっていうのと、年齢対抗コースっていうのと、あと、他にもいろいろあるんですけども、人気なのはこの2つのコース。で、一番人気があるのはこの標準コースなんですね。このまず標準コースと年齢対抗コース、ここは同じなんですね、全く。で、さらにこれに加えてですね、こういったものがくっついているのが標準コースと。ですから、この年齢対抗コース、この部分はですね、1日で行います。朝9時に来ていただきまして、まず催眠について多くの方が誤解してます。それから今日これだけの催眠の説明だけだとですね、まだまだ一部分しかしてませんので、それに対して詳しく説明をさせていただきます。そうすると催眠の状態に入るのがとても上手になります。それから一番最初はお母さんについて、これからですね、さらに詳しく見ていきますけれども、振り返っていきます。それからお父さんについて振り返って、この3歳以下のですね、性格の各部分ができた、その頃にですね、戻っていきます。そしてここでですね、この潜在意識のですね、ものすごく素晴らしい、自分の未来をですね、イメージして、潜在意識の中にその素晴らしい未来を入れてしまうということで、非常にですね、人生にやる気になってしまうというのはこの3回目です。で、これが、一番、この年齢対抗の中で人気の催眠誘導です。で、このですね、年齢対抗っていうのは子供の頃のことを思い出すわけなんですけれども、この思い出した潜在意識の中の子供の頃のデータっていうのは、普通の意識状態で思い出せる子供時代のデータに非常に似通ってますんで、ですから自分の潜在意識からのデータを取り出す方法はこれでいいんだということの確認になるわけですね、このところは。ちゃんと潜在意識からのデータの取り出し方が分かったら、今度は前世療法。前世の記憶を普通の正体で思い出せるって人はいないと思うんですけども、そのようなですね、前世の記憶をですね、普通の正体では到底思い出せないような前世の記憶を催眠の状態になると、潜在意識の扉を開くことができるんで、飛び出すことができるんですね。で、この時に魂というふうなものもですね、感じていただきますんで、そうすると、これ一番最後にあります。自分の人生の目的は一体何なんだろうか、自分は何のために生きてきて、他のお父さんやお母さんとかっていうのとのこの魂の目的は一体何なんだろうと、こんなことがですね、分かってしまうと。それからどのようにしたら自分の人生の目的をしっかりと成就できるんだろうということも分かってしまうというので、この8回のセッションの中でですね、一番人気がこれになっています。ですから、これが受けたいがために標準コースを受けるっていう方がですね、圧倒的に多いですよね。で、それでこの催眠の意識状態、先ほども感じていただきましたが、お父さんのことを思い出してですね、子供の頃のことも出てきたと思うんですが、その時に全てがですね、頭の中が子供の頃のことでいっぱいになってしまうと、あるいはお父さんのことでいっぱいになってしまうっていうふうなわけじゃなくてですね、子供の意識と大人の意識が両方が存在していたと。で、それなんで、年齢対抗時は子供の意識と大人の意識が両方が存在するためにですね、知識経験の少ない子供時代に誤解した出来事を、知識経験の豊かな大人の意識で正しく感じられるということが起きます。子供なんでですね、このところに書いてあるように、いろんな知識が少ないと。そうするとですね、いろいろ誤解しちゃうわけですよね。で、それを、この大人の意識でですね、催眠の状態で振り返ってみると、大人の意識で正しく感じ取れるんで、ああ、あれは自分が子供だったから、あのように思ってしまうのもしょうがないような、みたいな感じでですね、感じることができるんですよね。で、そうすると自分自身をですね、必要以上にこれまで責めていたのが責めなくなってくるんでですね、非常に楽になってくると。それからまた、普通の思考体でもですね、自分の子供の頃っていうのは思い出すことができるわけなんですけども、それは潜在意識の奥底に格納されているデータじゃなくて、表面意識の記憶外にですね、ある部分なんでですね、で、そうすると大抵その部分っていうのは、その自分がですね、勘違いして
子供の時代に勘違いしていたことのことを思い出すんでですね、なかなかそういったことを思い出してもですね、現在のさまざまな問題の解決にはつながらないということになります。それで、またですね、こんなすごいことをやってしまいます。両親との心からの和解と、お父さんのですね、イメージの中でですね、小さい子供、お父さんが小さい子供になったらきっとこんな感じだろうというのをですね、イメージすることができるわけなんですね。それをイメージして、自分がちょっとだけ年上になって一緒に遊んであげると、お母さんの子供の頃、それをですね、イメージしてですね、自分がちょっとだけ年上になって一緒に遊んであげるというようなことで、あなたがちょっとだけ年上になって一緒に遊んであげたり、話を聞いてあげたりすることによって、子供の頃の両親を感じることができると。そうすると、理論的ではなく心の底から両親も辛い用事があったり、ミスをする自分と同じ人間であるということが分かるだけでなくて、腑に落ちると。この腑に落ちるっていうのはですね、催眠中は潜在意識の扉が開いてますんでですね、そういったことを体験するとですね、そのとても素晴らしい体験がしっかりと潜在意識の中のデータとしてですね、保存されるというふうなことになります。で、それなんで納得するわけなんですよね。というふうにするとですね、このお父さん、お母さん、子供の頃ですね、年のまだ生まれて赤ちゃんとかハイハイする頃は、お父さん、お母さんについてですね、何も疑問を持たずにですね、慕うことができるんですけども、物心ついてくるとですね、お父さんはですね、嘘をついちゃいけないとかっていうふうに教えるわけですね、自分自身に対して。ところが、お父さんがですね、今度の日曜日、動物園に行こうねとかって感じでですね、言ってくれたと。その日曜日を楽しみにしていたらですね、急にお父さんが休日出勤しなきゃならなくなってしまって、行けなくなっちゃったと。お父さんの嘘つきみたいな感じで、ここから始まるわけなんですね。それからお母さんもですね、お友達には優しくないといけませんよとか、いうふうに言ってたにもかかわらず、自分が何か悪いことをするとですね、すぐに怒ると。お母さんは優しくしなきゃいけないというのは思いっきり怒るじゃないかみたいな感じでですね、なったりとか、お姉ちゃんと自分と、とか、なんか兄弟と、別の兄弟と自分はエゴひいきするとかっていうような感じでですね、それでお母さんのことにですね、疑いを持ったりなんかしてくるというふうな感じでですね、心の中にどんどんいろんな傷がですね、できてしまうわけなんですけども、そんな時にですね、このようなワークを行いますと、お父さんとお母さんの、位置とですね、自分の位置がですね、逆転するわけですね。そうすると、これまでお父さんとお母さんの、お父さん、こっちはお父さん、お母さん、自分自身ということでですね、こうやっていろいろ思っていたことがこれ逆転して小さくしてみますとですね、あ、お父さん、お母さんも小さい子供の頃なんて、その頃そのまたお父さんやお母さんからいろいろなことで苦労して、で、苦労して育ったのにかかわらず、この自分のことをちゃんと育ってくれたと、なんてありがたいんだろうというふうな感じになるわけなんですよね。で、それからこの次のインナーチャイルドの癒しというのは、このインナーチャイルドですね、心の中の未分化な子供時代の思いなんですけども、いろいろですね、子供たちに、ああだったらよかったな、こうだったらよかったなとかっていう感じで、ああしたかった、こうしたかったとか、あるいはお母さんやお父さんにもっと甘えたかったとかですね、そんないろんな思いが、満たされない思いがですね、あるわけなんですけども、その満たされない思いをイメージしてですね、目の前に小さい頃の子供、自分としてですね、こうやって置いてあげると。そして、この自分に向かって、大人の自分がですね、子供の頃の辛かったものをいろいろ聞いてあげると。そしてですね、慰めてあげるということをするわけですね。それからもっとすごいのが、この欲しいものをあげると。例えば、お父さんやお母さんがですね、非常に厳しいお父さんやお母さんだったとすると、優しいお父さんとお母さんとかですね、早めにお父さんとお母さんが、亡くなってしまった場合にはですね、今の自分が甘えられるお父さんお母さんとかですね、そういうふうな、世の中にないものもですね、イメージすることができますし、当然世の中にあるものでもですね、 OK なわけですね。例えばプリンが、子供時代にですね、お腹いっぱい食べたかったんだけども、なんかちっちゃいプリンのですね、瓶の中にはあるものしか食べられなかったと。で、大人になったらですね、この時にはですね、プリンの100個とかっていう感じでですね、こんな感じでもですね、 OK なわけですよね。それから子供時代に、リカちゃん人形がフルセット欲しかったと、でも家の事情で買えなかったと、その場合にはリカちゃん人形をフルセットっていうのもですね、受けることができると。で、そうすると、心の中のモヤモヤが取れてですね、過去に歪ませるようになってですね、自分自身の自己肯定感が飛躍的に上がると。で、これも潜在意識の扉が開いている状態で、こういったことをするんでですね、これが非常に効果的にですね、作用するわけなんですね。このようにですね、催眠療法というのは非常に役に立ちます。そして次にですね、行うのが、この
前世療法ってことになるわけなんですけども、前世療法って聞くとですね、多くの人は本当に前世ってあるの？というような感じでですね、疑問に持つんですけども、前世は本当にあってもなくても前世療法は可能だっていうふうなことなんですね。どういうことかっていうと、この日本にですね、ユングシン学を伝えたですね、ユングシン学の第一人者、それから京都大学の名誉教授の加部駿夫というふうな方がいらっしゃいまして、この方なんですけども、この人がですね、前世っていうのはこんなもんなんですよっていうのを言ってるわけなんですけども、でこの人は非常に優秀な人だったんで、文部科学省の文化庁の長官というのをですね、務めまして、で在任中に亡くなってしまったわけなんですけども、でこのですね、人が、前世療法っていうのをですね、こうやって説明してるんですけども、表面識っていうのと潜在識っていうのがあると。でこの潜在識の中に、この心理学者ですと潜在識とか表面識とか言わないで、意識と、無意識とかっていう感じですね、それから解識というような感じですね、言ったりなんかするんですけども、ですけども、この分かりやすいようにですね、この意識下にさまざまな人格が存在するんだと。潜在識の中にはさまざまな人格が存在するんだと。でこのさまざまな人格のうちの一番目のこの人格、これをですね、表面識に上げてあげるというふうなことをすると、年齢対応ができるんでしょうと。でその今世のですね、意識、この下にですね、今世の人格、この下にですね、別の人格があるんですけども、でこの別の人格のデータをですね、これ引き上げますと、時代も国も人も人間、なんか生物も違う、人生がですね、本当にやってくると。それなんでこれを前世っていうのを呼んだわけですよね。でこの人格がですね、どうやってできたか、なぜできたか、なぜ必要なのかというのは現代科学ではまだ分かってないんですけども、こういった人格が存在するっていうことはですね、今のところ確かめられていると。でそれでこの潜在意識のデータっていうと、この部分だけじゃなくてですね、これ全部が潜在意識のデータになるわけですね。そうするとこの幼児期、年齢対抗療法で幼児期の傷と心の傷を癒しただけだとですね、まだこっちの方がたくさんあるんでですね、不十分というので前世療法をするわけですね。ですからこの中にあるデータを取り出すのが前世なわけで、実際に前世があってもなくてもこの中にはデータが入っているんですね。ですからこれがマイナスのままですと、このマイナスが思いっきり今世に、今の自分に影響してきてるわけなんですね。というようなことで、この全体で性格、この潜在意識全体で性格形成をしているんで、全体を癒すということが重要になってくるわけですね。これで、もしですね、魂がいるとしたらというふうに考えますと、この魂はですね、どのように、何のためにいるんでしょうかということなんですけども、実はですね、この魂っていうのは、この人間の体の中に入る前にですね、人生のプログラムっていうのを携えて入るわけですね。で、人生のプログラムにのっとって、この人間のをコントロールしていくと。ですから、この人間ゲームを魂がやってるわけなんですけども、これが、輪廻転生なわけですね。で、この時に、私たち人間でしたら善人をやりたいわけですね。善人をやりたいというか、善人でありたいと思うわけですね。ところが善人ばかりやってるとですね、魂としたら善悪の区別がつかなくなってしまうと。それなんで、たまにはこの極悪人というのをやってですね、こっちの善人と極悪人との間でですね、こういった対比をすることによって魂の成長が促されると。こんなもんで、なんか神様がいるとしたらとかっていうふうな感じでですね、世の中から悪がなくならないのはなぜですか。これがその答えになります。それから女性ばっかりやってると男性のことが分かんなくなってしまうんで男性もやると。アムリオ人ばかりやってると他の国の人のことが分かんなくなってしまうんで、エジプト人やったりとかですね、日本人やったりなんかすると。凡人ばかりやるとつまんないので、たまには夢人もやってみようかなというふうなことで、さまざまなですね、輪廻転生がここで行われてるわけなんですね。それなんで、もし前世霊をして自分は極悪人だった、だから自分の今の人生はこんなひどいんだっていうふうに思う必要もないわけですね。別の前世霊をすれば、この善人というようなこともあったりとかですね、で有名人でですね、お金持ちだったりなんかするわけですよね。というので、こういうふうな前世全体から影響を受けているのが現在なわけですね。だから1個から受けているというわけじゃなくて、こういったもの全部から受けております。それでですね、この前世をやってしまうとすごいことが起こるわけなんですけども、ソウルメイトというふうな概念があるんですが、こうやって見てみると、例えば過去世での敵がお父さんになって、過去世での奥さんが恋人になって、過去世でのお父さんが上司になってるとか、このようにですね、私たちの魂っていうのはですね、この近しい魂っていうのがあるわけなんですけども、それらが自分の人生の主要なですね、登場人物、これにですね、なって互いに切磋琢磨しているというふうなのが、この魂の働きで、そういった魂たち、魂を宿している人たちのことをソウルメイトっていうふうに呼ぶわけなんですけども、ですからソウルメイトっていうと恋人同士とかっていうのではなくて、自分のお父さんもお母さんも、
嫌な上司もソルメイトだったということになるわけなんですよね。で、それで、ここでですね、想念のエネルギーっていうのなんですけども、この想念のエネルギーっていうのは何かっていうと、このようなですね、カウェハヨシがこういうふうなことを提唱するまではですね、このネガティブな部分、これがですね、想念のエネルギーというふうに言ってたわけですね。で、この想念のエネルギーを解放するというと、これがなくなるかのように思ってたんですけど、そうじゃなくて、ここに大きなプラスを入れるというふうなことが、想念のエネルギーの解放ということになります。ですから、年齢対抗の時にこの大きなプラスを入れる、前世療法の時にこの大きなプラスを入れると、この大きなプラスを入れるっていうのが想念のエネルギーの解放と。で、そうするとどういうふうなことが起こるかっていう、例えば自分とですね、お父さんが今世何かいがみ合って仲が悪いと。で、前世療法してみたらですね、前世では敵対していたと。で、そうしたらこのところでですね、この想念のエネルギーを解放する、このマイナスのエネルギーのところにプラスのエネルギーを入れてあげるとですね、仲の良い親子になれると。それから恋人、初めてですね、出会った異性、その昔からなんか恋人のような感じがして非常に懐かしい感じがすると。ほいでですね、お付き合いを始めたらですね、非常にひどいことをする人だったと。で、前世をしてみたら、ああ、前世では悪妻だったのかと。で、この想念を外してあげるといい恋人同士になると。それから仕事上の上司、ガミ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 うるさいと。どうしてこんなにもうるさいの。前世をしてみたら、ガミガミ親父だったと。このガミガミ親父、この想念を外してあげると、中の上司部下になると。それから自分の性格、なんか知らないけど、この時にあんなことをしてしまうと、どうしてこんなひどいことをしてしまうんだろうっていうので、普段から悩んでたとすると。そして前世療法をしてみたら、前世でも同じような悩みがあった。じゃ、この想念を解放してあげると、その嫌な癖がですね、をしなくても済むようになってくるというので、非常に強力に、自分自身のですね、人生を改善することができるのが、この前世療法というようなことでですね、前世は本当にあるんかいとかって言ってる場合じゃなくてですね、早く受けた方がいいですよということになるわけなんですけども、そして一番最後は人生の目的と、この魂の稽古の段階のもので、今世の目的と、その実行方法を知ると。で、魂は肉体を持つ前に、その肉体でどのようなことをするかあらかじめ決めてきている。これが運命と。運命とはこのように一本道のように限定されたものではなくてですね、多くの選択肢の集まりなんだというふうなことなんですよね。で、この大きな選択肢の集まりでですね、ほいで、この中でどこを行ってもですね、いいんですよね。ところが、催眠とか瞑想というふうなものができない人ですと、この樹木の、運命の樹木というふうなものを探ることすらできないと。で、それなんで、自分はずっとこの突き動かされていると、一度決まった人生が全然いい方向に進んでいかないというふうにですね、感じてしまうんですけれども、ちゃんと催眠や瞑想の状態になってみると、ああ、このようなものがあるのかっていうのが分かるわけですよね。で、それで今どこを通ってんだろう、自分自身はっていうのもですね、なんとなしに探っていけると。そしてですね、これが人生の幹線道路、これこっちでもいいんですけども、人生の幹線道路とすると。で、そうすると、このところを通っていくときに、お父さんとお母さんっていうのはどんな役割をしてくれるんだろうと。魂同士でどんなお父さんとお母さんとの、約束をしてるんだろうっていうのはですね、その知ることができるわけですね。そして、このところに行くと、いろんな試練がここで待ってるんですけども、どんな試練があるんだろうと。で、どんな人に出会って、どんな結婚をして、どんな子供、家庭を作っていくんだろうっていうのが分かるわけですね。ところが、途中でですね、この道を行くと自分の不幸が多発して、とても耐えられないというふうにしたときにはですね、この中をずっと覗いてみてですね、どこに行ったら幸せになれるんだろうっていうのをですね、知ることができるわけですね。そうすると、そこにこうやって移ると。その方法も、この催眠とか瞑想をするとですね、探り出すことができるわけなんですね。ですから、私たちはですね、魂の成長のためには苦しまないといけないんじゃないかとか、自分自身の成長のためには苦をですね、避けては通れないんじゃないかと思うんですけども、この楽しむ人生一辺倒でもですね、その楽しむ人生をしっかりと生きればですね、それが魂の目的とか、魂の目的とか、その魂の成長に、あるいは自分自身の成長につながっていくわけなんですね。ですから、苦しい道から楽しい道にですね、移すっていうことも大きな魂の成長につながりますんで、どうせその生きるんでしたら、この苦しみながら生きるよりも楽しみながら生きた方がいいということで、非常にこの人生の目的というのがですね、多くの人に人気なわけなんですけども。で、催眠療法っていうのは、受けたらガラッと変われるのかというふうにですね、多くの人が思ってるんですけども、この受けただけでは思い出しかならないと。なぜかっていうとですね、私たちのですね、これが神経細胞なんですけども、
ここからですね、この絵の中ではたくさん出てないですけども、たくさん描くと何だか分からなくなっちゃうんで、でも一般的には数千から数十万のこの熟作っていうですね、こういうふうな出てるんですよね。でこれがですね、例えば催眠をする前で、催眠をした後、こんな感じで新たなつながりができると。そうした時にこれはですね、受けた時だとやがてこれはピュッと切れてしまうんですけども、何度も何度も、自宅でのですね、自己催眠をしているとですね、この経路はとても重要だっていうことでですね、この鞘がかかるわけですね。そしてこの鞘がかかるとですね、神経のですね、その情報の伝達速度が100倍速なんですね。そうすると新たな高速脳内ネットワーク作りと、なりたい自分になるための新たな高速脳内ネットワークが脳の中にできたら、それは嬉しいわけなんですけども。で、それを作るのが自己催眠なわけですね。日々の自己催眠ですから、1回受けただけだと、これはこうやって切れてしまうのでですね、日々の自己催眠をすることが重要になってくるということなわけですね。で、この図章化するまでは100日から数十年かかるわけなんですけども、これを昔の人はですね、経験的に知っていて、お百の回りという言葉ができていると。これで、ラデンスのですね、催眠療法のというのはですね、まず催眠療法を受けると、他の催眠療法をするところはここで終わってしまうんですけども、ラデンスの場合には自宅での自己催眠を行うと。なぜこんなことをやるかというと、もう一生懸命この心理学についてとかですね、それからその潜在意識とかですね、そういうふうなのを研究してきますと、こういったことに気がつくと。で、他の催眠療法をやるところっていうのは、そういった研究じゃなくて、催眠療法をずっと続けてきただけなんでですね、いろんなことに気づけてないと。自分の催眠の先生から教わったそのままをやってるんで、旧態依然の催眠療法を続けてるわけですね。で、それなんでここで終わってしまうと。ですから、この受けただけでは思い出しかならないと、ああ催眠を受けたんだけどっていうような感じになってるわけですね。で、ところがライダーの場合にはこういったことが分かってますんで、自宅での自己催眠を行うためのアフターサポートがついてると。なんでしっかりと自己改善が可能なんですね。それからまたこの催眠もこんな感じでですね、パソコンを前にしましてですね、これでリクライニングチェアがなければ、このような普通の家のソファーでも OK ですから、こうやってですね、リラックスできるような場所というふうなのを用意していただければですね、自宅でもですね、催眠療法ができてしまうということになります。リクライニングチェアとかってなればですね、非常にいいわけなんですけれども。で、どうしてもこういうのがない場合には、ベッドの場合にはですね、途中で寝ちゃわないように気をつけていただければいいんですけれども、こういうふうな形で催眠療法をですね、自宅で受けることができます。で、このアフターサポートの内容なんですけれども、先ほどの両手の指を中にギュッと握りしめの自己催眠版というのがありましてですね、それをネットからダウンロードできるようにしたと。それから日々の自己催眠101日間というこのワークブックがありまして、これもネットからダウンロードできるようにしたと。で、それで、これをですね、使って、自己催眠やっていくと随所感が起きてくるということなんですね。で、実質はですね、6年なんですけども、メールサポートもついてきます。質問形式でですね、メールが送られます。で、その質問に答えていただきますと、どんどん、これがうまくいくというふうな形になっています。で、この時に、このメールにですね、疑問点を書いていただきますと、質問を書いていただきますと、それにもですね、お答えしますというのが6年間も実質続いてしまうと。ですから、1回受けただけで6年ラディアンスとつながりができるというのはですね、もう破格の値段が、ついてるというのを持っていただいてですね、OK ですね。非常にこのコスパがいいのがラデンスのその催眠療法ということになります。それからもっとすごいことにですね、催眠の記録の進呈っていうのをやっちゃいます。ここに、催眠を受ける人が座って、ここに催眠をかける人が座ると。で、そしてですね、喋った内容、催眠を受ける人が喋った内容を全てここでタイプしちゃいます。で、それで、これをですね、後でパスワード付きの、メールでですね、行うと送りをしますんで、途中で誰かに見られる心配はないと。で、普通の他のところではですね、ここに催眠を受ける人が座って、催眠をかける人がここに座るというふうなことで、このですね、間にパソコンがないんで、催眠中に喋った内容はそのままなんですね。で、この催眠の意識状態っていうのは、どういうふうな普通の普段での意識状態に出るかというと、ふとした拍子に良いことを思いついたという時と似てるんですね。で、ふとした商品ですね、うまい、いいことを思いついた時に、その時にメモ帳があれば、それをメモに取っておけば、ああ、いいことを思いついたっていうのは、後から思い出すことができるんですけども、ところがそれがないと、きっと後でも思い出せるだろうというふうに思っているとですね、油断していると、いいアイデアを思いついたこと自体を忘れてしまっているわけなんですね。で、それなんでですね、こうやって、
紙にこのタイプするというのは非常に重要になってくるんですね。先ほどのこの人生の目的とその実行方法とかっていうのをですね、喋ったなんかして、あ、すっごいことを思いついたなとかっていう感じで、催眠中にですね、ワクワクして、後で思い出そうと思っても思い出せないみたいな感じで、そうすると、これがあるとですね、きちっと思い出すことができるということになります。じゃあ、催眠中に IC レコーダーで録音しちゃえばいいんじゃないのと思ったりなんかしますけども、そうすると催眠の技術がですね、他に漏れてしまうというのでですね、非常に嫌がられますんでですね、IC レコーダーで録音するということはできないということになります。で、そのですね、で、このようにですね、催眠料を受けると、催眠の記録を受け取ると、そして日々の自己催眠を続けていくとですね、徐々に徐々に自己改善が行われます。で、また催眠料を受けて、催眠の記録を受け取って、これとこれを読み比べてみると、あ、こんなにも自分は、成長していったのかっていうのが分かるんで、さらに自己催眠を続けるやる気満々になってきます。そしてまた催眠料を受けて、この記録とこの記録とこの記録を受け取って読み比べてみると、お、なんて素晴らしい、その自分の自己解釈ができたんだろうというのと、さらにやる気満々になってですね、自分の人生がどん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 上向いていくというのが、ラディアンスの催眠療法の効果になります。